はい、皆さんこんばんは、キム・ジョンウンです。っていうのは冗談で、足草です。今日ご紹介したいスニーカーはこちら、でーん、 US10 28cm、 そしてニューバランスになります。 NB ですね。で、私はキム・ジョンウンです。はい、それでは開封していきたいと思います。その前にですね、この専用のインソールっていうのがね、ニューバランスに行けば買えるんですよ、ね、初めて購入しました。で、もう交換してもらいました。で、なんでかっていうと、足計測できるんですよね、ニューバランスさんで。で、足計測してもらった時に、私は靴下を履いた状態で 27.2mm とか 27.3mm だそうなんですよ。なので、いつも履いてる 27.5cm ではちょっと窮屈だろうということで、あなたのマイサイは 28cm ですよっていう教えてもらいました。すごいですよね。あの、足ペタってこう乗っけるだけでも計測できちゃうんですよね。で、言われたのが、あの、あなたはあの土踏まずがありませんって言われたので、こう土踏まずこうちょっとこうこうなってるインソールを購入して入れてもらいました。それがこれです。ニューバランス 990V4 になります。 V6 はですね、あの、持ってたんですけど、 V4 は初めてです。で、この2大オナイロ、なんとも言えないですね。ベージュは、あの、 990V6 もベージュ買ったんで、このベージュにしました。で、私このベージュっていう色はだいぶ大好きなんですよ。で、この V4 の特徴として、この USA のこのパネルついてます。こういうこのパネルついてるだけで、なんかこうちょっとおしゃれですよね。で、もうシューレースも自分で直して、こんな感じです。アウトソールはこんな感じになってます。で、あの、 V6 杯で、あの、札幌行ったんですよね。で、初日はゲンちゃんと一緒に2時間ぐらい歩いたのかな、うん、2時間ぐらい歩いて、で、ご飯食べてビリーズ行ったりしてね。で、買ったんですけど、やっぱりこうニューバランス寄ったらね、初日はあのとりあえず見るんですよ。初日入って、ああそうかと、ああここにこれがあるのかと、で、ああこの棚にはこの種類があると、こうもう目星をつけてですね。で、次の日ですよ、まあ、シューマちゃんと一緒に、シューマちゃん、俺、あの、ニューバランス行きたいんだよねっていうことで連れてってもらって、で、その時もだいたい20分30分歩いたのかな、うん、歩いてこのニューバランス行ったんですけど、 990V6 の量産にね、感銘を受けました。足痛くならない、疲れない。 990V6 は、ね、ラクチンです。はい、で、この V4 にしました。で、このインソール、これ見てもらえれば分かるんですけど、純正のインソールと違って、こうちょっとグレーの感じです。で、結構出っ張ってるって言ってましたね。で、今ちょっと外してみるんですけど、インソールこんな感じです。で、この土踏まずの部分をちゃんとこう作ってあげると、そうすることによってより楽ちんに歩けるみたいです。私のこう手のひらと一緒でこんな感じだそうです、足の裏。これが表面、こっちが裏で、これなんかわかんないですけど、これもついてました。で、これが2000円だそうです。あ、これインソール剥がせばこんな感じです。初めて見ました。
真ん中で塗ってるんですね。面白いですね、真ん中縫い。やっぱりこのいつもあのボスにね、エアロエムズのボスにですけど、青森とかであればニューバランス自体のそのなんだメーカー来てないんで、足計測とかってまずできないですね。ニューバランス行くともうあの靴下履いた状態でパッと上がるだけでいいんで、めちゃくちゃ良かったです。青森にもぜひニューバランス来てください。いや、いいっすね。で、実際こう履いて 27.5、28ってあの出してもらったんですけど、やっぱりこう8の方が、あー、わかるわかるっていう感じで、こうラグだっていうのがわかりました。で、こっちが右足です。そしてこっちが左足。作りは全く一緒ですね。作りは全く一緒で、あのジャパンメイド、アジアンメイドじゃなくてこの US メイドっていうのが特徴的です。この後ろに見えるかな、メイドインザ USA。 この US メイドっていうのはすごく履きやすいですね。気合入れで作ってるんでしょうね、アメリカ人のために。うん、それがね、ニューバランス行けば買えるっていう。で、こう青森だとちょっと買えないし、はい、で V6 もいいと思うんです。多分この V4 もね、なかなかいいと思うんですよ。こう持った感じがね、なんかちょっとわかります。で、こうメッシュの素材とレザーの素材と使ってます。見えるかな、 N が細いんですよね。細い N 作ってます、はい、皆さんも一足どうでしょうか。いや、これはマジでね、990シリーズは楽だったっていうお話です。で、ついでにね、この 30% オフでこのキム・ジョンウンセット、これも買うことできました。これね、こう上下なんですよ。見えるかな、上下でキム・ジョンウンセットです。で、まあやっぱり拍手の仕方ですよね。特徴的なのはもうコースもね、これをね、あのこういう服着てマスターすれば、あなたも今からジョンです。はい。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。キム・ジョンでした。